い、どうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はですね、納車されました、私の新型レヴォーグ STI スポーツ EX、 こちらね、昨日納車されたばっかりなんですけれども、今日はですね、ちょっと都内で、打ち合わせがありますので、そこまでね、こちらのレヴォーグを買ってですね、行ってみたいと思います。これからね、ちょうど首都高入るところなので、今日はね、ちょっとね、納車翌日なんですけど、あいにくの雨でですね、まだ外装の撮影とかほとんどできてないんですが、雨降っちゃいまして、まあそんな雨の中なんですけれども、高速のね、インプレッション、そして、アイサイトツーリングアシスト、さらには、アイサイト X も試してみたいと思います。まあ、アイサイト X はね、高精細マップが対応しているところしか、ハンズオフ、手放し運転ができない、ようになってますけれども、首都高ではね、使えるのかどうかと、試してみたいと思います。じゃあここから首都高を乗ります。せっかくの合流なんですが、ちょっと前にトラックがいて全然加速はできません。はい、首都高5号線乗りました。ヘビーウェットですね。かなり、視界も悪いです。果たして、アイサイト X 使えるのかな、これ。使えた。アイサイト X 使えました。ただ、設定速度がですね、50キロ未満じゃないとですね、ハンズオフはできません。なので今は普通に、60キロ以上で走ってますので、普通にアイサイトツーリングアシスト、まあ、いわゆる、アダプティブクルーズコントロールと、レーンキープしてくれている状態になっています。ちょっとせっかくなんで、画面をですね、このアイサイトが見やすいモードに、変えてみます。このね、全画面液晶いいですよね。で、納車の時の、説明でもありましたが、手をこう、なんだろう、ハンドルを握っているかの、検知はですね、この辺りの、静電式で検知しているということなんで、なんかこの辺とかこの辺とかをこう持っててもハンドルを握ってくださいと言われる可能性がありますので、ちゃんとこの辺を握りましょうということですね。そして今レーンが青になっていますので、ちゃんとレーントレースしていると。そんで前にいる車も、検知していて、このようにクククククククと、すごくね、自然に曲がっていってくれます。これは、スバルのね、研究センターで、試乗させていただきましたが、このね、レーンキープ、レーントレース性の良さっていうのは本当ね、特筆ものだと思います。今ももう結構なカーブですが、曲がっていってますし、戻しがね、すごいいいんですよ。他だと結構ね、こう行き過ぎてこうお釣りが来て戻すみたいな、ステア制御をすることが多いですが、アイサイトのツーリングアシスト、まあ、今回のスバルの、アイサイト X も含めてですけれども、それではですね、レーンキープ、レーントレース性能が良くて、カーブを曲がった後も、自然なレーンをキープしてくる、中をキープしてくるということですね。そして今、2車線の右側を走っていて、左車線にも車がいますよという、認識がですね、ここの画面上で、確認できると思います。いや、かなりヘビーウェットですけど、ちゃんとレーン認識してますね。そして斜め後方に車がいるよというのも、このブラインドスポットインフォメーションみたいなね、ブラインドスポットアシストみたいなので、こう斜め後方に何かいるマークみたいなのもちゃんと表示してくれると。この辺も分かりやすいですね。かなりヘビーウェットで視界も悪いですが、しっかりレーンを認識してですね、ちゃんとレーンの中央を走ってくれています。こりゃいいわい。そして今この先カーブマークになっています。で、高精細地図があるので、この先急カーブとなっているんですが、自然に減速をしていって、今ブレーキランプが点灯しているという絵が出ましたが、そしてこう曲がっていってくれると、お、すごいすごい自然で、加速を、直進になったら加速をすると。で、またコーナーがありますが、そこでも、ここまた急カーブ、くねくねが続きますよマークになってますが、
ここではそんなに減速しなかった、曲がり切れるという判断なんでしょうね。結構高速でも急カーブの直前になると自動で減速して、ちゃんとブレーキランプも今点灯してました。そして曲がれる速度で怖くない、そして迷惑にならない速度で減速をしてですね、コーナーを曲がっていってくれていました。そしてね、特筆すべきがですね、この先、まあでもちょっと車がいるんであれですけど、料金所ですね、料金所マークになって、ここにも表示されています、料金所マークが。で、料金所前になると、前に車がいなくても、減速をしてですね、20キロまで減速をして、料金所通過して、本線に合流してまた加速をしてくれるというのが、このアイサインとの新しいツーリングアシストにはついているということなんで、あ、今なんかこう前の車ロックしましたみたいなのが出てますね。多分レーンが認識しない状態でも前の車を、読んでですね、それの、軌跡をトレースするような感じで、ハンドル制御もしてくれるんだと思います。かなりね、ステアのこう保持されている感じはがっつり、なんだろう、トルクを感じます。なんか心もとない感じじゃない、要はちゃんとレーンキープとか、ちょっと今合流なので一旦キャンセルをして、合流しますけれども、こういうところはね、無理しないで自分で運転した方が安全かと思います。まあ、あのステアの反力っていうかですね、要はきっちりレーンが維持されている感じっていうのはかなり重めで感じることができると。もしかしたらドライブモードが今ノーマルだったと思うんですが、ノーマルだとステアリングノーマル、まあノーマルでも結構ステアは重めですね。かなりどっしりしっとりとしたステアフィールがあるというのが、この、ね、新型レヴォーグの、良いところでもあります。これね、ダブルピニオンと、言われてますけれども、その、ダブルピニオンの、ステアリングを採用していると。なんか普通はシングルピニオンっていうんですかね、ワンピニオンっていうのかわかんないですけど、制御するこうユニットが一つなのが、レヴォーグに関しては2つということで、よりしっとりスッキリとしたソーダフィールになっているっていうの、これはね本当に、試乗会行った時にも感動した部分でもありますが、それは、市街地納車されて、市街地を走っている時でも感じることはできます。それでは今せっかく40キロ以下なので、アイサイトツーリングアシストじゃなくてアイサイト X 試してみましょう。ハンズオフ。お、ブリーンって言った。お、どうすか、これ今4、あ、50キロ超えちゃった。ハンドルを操作してください。すぐ出ちゃいますね。要は40キロ台だと、まあ、50キロ未満だと、ハンズオフ、まあ、手放し足放しで完全自動運転と。ただ前をちゃんと見ていないと、まあ、あのドライバーモニタリングシステムがここにありますので、これで視線がずれていると怒られちゃうという形になっていますが、今一応アイサイト X で走っていて、今こう手離しても大丈夫かな、お、いけてそう。今20キロぐらいなんで手放ししてます。あ、隣もレヴォーグだ新型レヴォーグいますが、ハンズオフ、完全に手放し。ただちゃんと前を向いてないとこれが見張ってますんで、ダメなんですけれども、前を見ている限りはこのように自然に滑らかに完全手放しで、走ってってます。あ、こういうやっぱ首都高みたいな渋滞があってノロノロでっていうシーンでは相当便利ですね、これ。いや、これはいい、これは超楽ちん。あ、だんだんスピードが上がってきて、さあ50キロ超えるぞっていう感じなんですけども、50キロ超えました、超えない、はい。なんでこういうノロノロのシーンでは、まあ、ひたすらずっとハンズオフで走ってくれてると。私今手も足も離してます。この状態でがっつり、レーンをキープしてくれています。いや、これは賢い、これはいいですね。確かに、まあこの状態でさすがにね、スマホを見たりとかは、ま、もちろんできません。ちゃんとドライバーモニターが、見ているので、視線を前からそらすと怒られちゃいます。なのでちゃんと、前は見てなければいけないけれども、運転は、車の方で代行してくれるという形ですね。こういう感じでこうか、ね、痒いところがあったらこう書いたりとかですね、こう手をね、こうスリスリしたりするようなことはできるという感じですね。いや、これは恐れ入りました。
そして、自動レーンチェンジもついてます。なので今ちょっと、右車線に行きたいなみたいなシーンがあったらですね、ちょっと混んでるのでやめときましょうかね。まあレーンを、チェンジしたい場合はウインカーを出せば、後方を確認してですね、安全な時に、自動でレーンチェンジまでしてくれるという機能も備わっています。いや未来来たでしょこれ。本当はねレヴォーグ買う予定ではなかったんですけど、試乗会行って、まあ、こういったね先進の運転支援を目の当たりにしてしまったらですね、まあ、今後、車を購入する上での、まあ、一つの物差しですよね、としてやっぱレヴォーグ体感しておかないとまずいかなと思って、まあ、今回購入に至ったという経緯があります。まあそしてね納車されて実際使ってみたら、いやこれはいいぞと、本当に渋滞しているような、やっぱ運転が苦痛になるような、シーン、要は50キロ未満の、走行シーン、渋滞シーンでは本当にアイサイト X がこのようにハンズオフ、ずっと今手放し足放しで走っています。前車割り込んできましたが、危なげなく、お、なんだピーローンって言ってレーンチェンジしましたが、これなんか解除されちゃってるか、お、ボリーンとアイサイト X 復帰しました。レーンチェンジ中はアイサイト X は解除されるのかな。これはもうちょっといろいろ走行シーンで試してみないといけないですね。そして50キロ以上になったので、アイサイト X 解除されましたので、自分で、お、ダメだこりゃ、一時停止、カメラ視界不良とアイサイト使えなくなりましたということで、やっぱヘビーウェザーな場合はですね、やっぱりカメラで認識しているアイサイトですんで、ちょっと、こういうレーダーとは違ってですね、視界不良になるとアダプティブクルーズコントロールも使えなくなってしまうという、まあ、欠点はありますよね。で実際今こちら、リアスマートビューカメラだったかな、なんかこちらで、要はそのデジタルインナーミラーですよね、後方をミラーで後方の映像をミラーに映しているモードになりますが、やっぱり、水滴がついてしまってですね、もうほぼ見えないということなんで、こういう場合は、まあ、アナログミラーにしてですね、走ると良いんではないかと思います。あ、まあ、でも今もうすでに、アイサイトのカメラ視界不良を解消して、アダプティブクルーズコントロールできています。なかなか首都高でも全然実用的、そして、今、全車に追従して走っていますけれども、本当に危なげなく、そして、単独で、先頭を走行しているようなシーンでも、コーナー前になると、自動で減速をしてですね、コーナーに進入していってくれると、こういうね賢い制御があるっていうのも、今回の新型レヴォーグ、アイサイトツーリングアシスト、そしてアイサイト X の、優れた機能かなと思います。ここのね車のアイコンで実際に自分がブレーキのランプが点灯してるか点灯していないかは、ここのアイコンにもちゃんと表示されます。ウインカーも表示されます。この辺はね分かりやすくて良いですね。そして乗り心地も非常に良いということで、本当にねがっしりしてますよね。ちょっとじゃあ、アイサイトオフにして、自力で走りますけれども、ステアフィールとかどっしりしてるな。でエンジンルームからの本当に騒音に関してはもう一旦走り始めてしまえばほぼ聞こえないというぐらい静かですね。あ、そしてアイサイト X はですね GPS と連動しているのでトンネル内では使えないはずですね、今、50キロ未満ですが、アイサイト X ではなく普通にアイサイトツーリングアシストでハンドル操作してくださいという風に出ちゃいます。なのでまあこういうね、山手トンネルみたいなシーンではちょっと、渋滞していたとしても、ハンズオフは使えないと。まあただね普通にアダプティブクルーズコントロールは使えますんで、こうハンドルをね、静電式で握っていれば認識してくれますんで、そういうところはいいですよね。といった感じでね、まだまだ、納車されて、レビューガンガンやっていきたいと思いますので、スバリスト1年生としてですね、
これからスバル車もレビューしていきたいと思いますので、スバル車の動画もっと見たいぜっていう方は、いいねボタン、そして、チャンネル登録と、ベルのマークをオンにしておいていただけると、私のモチベーションが上がって、動画の投稿頻度が上がるかもしれません。車でも何でもね、欲しいと思った時が買い時ですからね。車は日本の基幹産業、車を買うってことはメーカーにお金が入るだけではなく、その下で働くね、いろんな産業、下請けであるとか広告であるとか、システムであるとか保険であるとか流通であるとか、もいろんな業界の人の給料になると、自分が車を買うことでその人たちの給料を払っているというような感覚もあります。なので本当、車を買うということはね、ある意味ね、経済貢献ですので、胸を張って車を買っていきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買う中は、ワンソク中、次回もお楽しみに。